皆さんがこんばんにちは。そしていらっしゃいませ。佐藤久美です。それではですね、ラジオの方ね、やっていきますよ。っていうかまあ、一日遅れって感じになるな、これ。ですね、まあ、今月クリアしたやつっていうと、朝クリと浪人。朝クリと浪人はクリアしたよね。レイズ・オブ・ザ・浪人と朝クリ・ミラージュか。はい。そんなところですね。で、まあ、もう8月だし、めちゃくちゃ暑いのよね。だからちょっと、まあ、その俺の部屋はエアコンがないので、あんまりこう、なんていうの、編集とかがね、できなくてね。うん。まあ、疲れて寝てるんだよな。暑くて、暑いとさ、なんか体力持ってかれって、じゃんとか言われてよ。じゃんとか言われてもわかんねえけど。体力を持ってかれちゃってさ、もう疲れちゃって、もうゲームも、編集もやる気がなくなるっていうね。まあ、真夜中だけど。大体真夜中だけど、はい、そんなこんなで、で撮っとるよという。でまあオリンピックも始まっておりますね。まあいろいろちょっとね、オリンピックはな問題だらけだな。UBI の件もあるけど、フランスってそういう国なんだねって思っちゃったわ。まあ、いいか、そんなことは。ねえ。よその国のことなんで、どうでもいいしな。あんまり言うとあれかもしれないけど。まあ、言っちゃった方がいいのかもしれないですけどね。まあ、それはもうどうにもならん。フランスのお偉いさんがどうにかしてくんないと、まあ、どうにもならないから。ああいうのはね。そんなところが、まあ、朝クリに関しても、そうだけど、発売できんのかよ、マジで。なあ、それが心配だわ。発売しなくてもいいよって言う人もいるかもしれないけど、俺的には発売してほしいんだよね。まあ、買うかどうかで、ね、ちょっとまだ検討するけどね。まあ、そんなところかな。そうね。まあでもいろいろなんかあったよな。炎上が結構、なんか、7月は結構あったよね。まあ8月はどうなるのかわからんけど。ね。そんなとこかな。じゃあ、いつ見ていこうか。やっぱちょっとな、あ、赤い部屋だわ。赤い部屋っていうわけでもないんだけどね。まあそうだね。スターウォーズも発売するね。UBI だけど。UBI だけど。これもあれだもんね。顎だもんね。顎。顎。すごくね。主人公の顎みたいな。そうだね。あと、トゥーハートが、なんか、リマスターすんのか、これは。トゥーハートが、俺は、あんま見たことないんだけどね。トゥーハート2かな。あれかな。2の方だったかもしれない。これは。1はやってないかな。いろいろアップデートもある。あ、そうそうそう、聖剣伝説のさ、体験版も配信されとるんで、まあ、興味がある方は、どうぞって感じ。俺はちょっとまだやらんとくわ。やらんときましょう。だから楽しみにしてるんだ、これだけは。フリープレイが、もうね、あれなんだね。エンダーリリースか。ああ。なんか続編出たもんね。だから、
前作だな。前作をフリープレイに持ってきたのかもしれん。あとは FIFA だし。FIFA とレゴ、レゴスターウォーズね。といったところっすね。ブレンダイザーのロボゲーね。アニメも、配信されてるけどね、どうなんでしょうか。といったところですね。さくな姫は、あ、毎週見てますよ。さくな姫のアニメ。なんか展開早くないか。もう、だって、ナマズのボス倒したんでしょ。早いね。もう、石丸じゃん、次。次、石丸だよね。他ボスいたっけ？いないよな。早くね。まあでも俺全12話とかだから急いでやんないといけないのかな。見える程度罰ゲーム姿が見えたぐらいだよね。4話だと。見れてゲームじゃ、フード取らんからな。フードっていうか、なんだっけ。まあちょっとあれは、シスターさんが、髪を隠すやつだからね。本当は正式名称があるんだけど、忘れちゃったな。はい。まあ、そうだね。あとは、ドラゴンボール、ダイナマイトじゃなくてダイマなんだよ。ダイナマイトじゃないね。あれだって、多分 GT の後の話なのかな、わかんないね。でも、如意棒持ってっから、初代じゃねえ。つかもう、また、誰がバールの時代でしょ。わかんねえけど、脳が夫婦剣のヤムチャでしょ。タオバイバイ出てくる。タオバイバイ編なのかな、ちょっとわからんけど、これはちょっと楽しみっすね。ヴィンセント。タークス・ヴィンセントや。このヴィンセントはなかなかだね。まあ、いろいろあるな。レビスタ、レビス。アトリス閃光の入れ物。ハードパンチ。何これ。ああ、何これ。昔のゲームだよね。そんなところですかね。どうなんすかね。え、リカちゃんとコラボしたんだよ。カービィ、カービィ、ワドルディーポーチ、カービィ。お前頭吸い込まれてないこれ、リカちゃん。あーんて頭吸い込まれて。まあ、次回のハッピーセットはニャオハ。ピカチュウかな。名探偵ピカチュウだね、これは。なんでニャオハなのかわからん。はい。まあ、多分いろいろさ、今月というか、まあ、7月のうちに分かったことだと、スイッチのさ、次世代機作っとるよみたいな。まあ、これは前から言われてんだけどね。まあ、発表はまだだって話だけど、まあ、9月あたり、じゃない、ゲームショーあたりかな。あ、てか、夏コミだね。8月は夏コミって、こんなクソ暑いところで夏コミはちょっと危ないんじゃないの？暑さ対策は、万全にしてくださいね。特にレイヤーさんとかは、ちょっと、暑いからね。暑いのよ、レイヤーさんの服とか。まあ、露出が多いやつは、大丈夫なのか、まあ、とは思うけど、でも、まあ、一応、対策はすべきですね、って感じっすね。
メタスラのやつか。これあれなんだよな、カードゲームみたいなやつだもんね。面白いのかな。普通のメタスラやりたいんだけど。はい。あ、てかあれがスマホ版もあるね。スマホ版のやつ。それだとね、ちゃんとリメイクされてますね、グラフィックが。じゃあ発売スケジュール見ていこう。ジェットライダーそういえばね、レナティスに関してなんだけど、一応ね、まあやろうかなと思うんだけど、ちょっとね、あれゲーらしいですあれなゲームらしいですね。クソなゲームらしいですね。まあ別にそのクオリティ的にはあんま期待してないから、あんま期待してないからっていうのが失礼かだって風流だもん。風流だしね。クライスターとかも長く作ってるところから、まあ大体の出来は大体察するところはある。うん、まあでもやろう、作ろうっていうその姿勢は大事なので面白いか面白くないかっていうと、ちょっと残念なところが多い、普通の良いゲーだそうです。ジェットライダーってどんな感じですか。あ、はい、ジェットライダーちょっと見てきたんだけど、どうやら洞窟物語みたいなやつだな。洞窟物語好きな人はどうぞ。ドカポンか。ドカポン懐かしいな、でも。だいぶ前だよ。64とかじゃない？東京クロノス、アルトユース、ああ、これツインパックだ。VR のゲームなんだけど、まあスイッチは一応 VR ゲームもなぜかやるからね。なんでかなぁ。でも前々からやりたい人はどうぞ。でも俺はもうオキュラスでやっちゃった。やっちゃった。なところだなぁ。あ、グーの惑星か。あ、ちなみになんですが、この動画は、1日に撮っておりますので、グーの惑星は明日発売します。テンスラ、あー、テンスラねテンスラはアニメでいいだろうな。ゲームでやるってなると、どうなんだって話になってくるからな。ちょっとね、誰みたいな。新キャラもいるんだけども、まあ、いっかな、とは。あ、ロストエピックのパッケージ版ですね。これ、多分。フリープレイで発売というか配信したから別に、いっかな。はい。アースウォーズ使ってるところなんですよね。一応、ロストエピックって。イオナがやってたやつね。アースウォーズの作った会社ですから。3D で、でもこっちはファンタジーであっちはじゃあ SF だったけどね。はい。プリンセスメーカーね。ああ、プリンセスメーカー2ね。これね、まあ、できればなんですが、PC 版か、スイッチ版をおすすめします。プレステ版だと一部なんか、あ、そうだね。娘と結婚するっていうイベントがないらしいです。謹慎。はい。それが削られているらしいですよ。はい。ちょっと見てきたんですが、おたまげっぽいです。別にバカにしてるわけではないんだが。
乙女系は別にオフィスにいい、俺もやる。8月って何があるんだろうな。こう見えても、あ、ウーコンね。あ、死にゲー国。でもなんか死にゲーっていうわけでもないらしいです。これ。ウーコン。あ、それと、世間伝説か。世間伝説と、ウーコンと世間伝説。なるほどな。あ、ブレイク。29日が結構やばいらしくて。あ、無事姫様。ああ、あるよ。そうだね。ゴーグル4も発売か。29日に固まりすぎなんだよ。あ、エミオ。ファミコン探偵エミオ。ゴースト・イン・ザ・シェル。それはね、笑い男。笑い男の。紙箱。あ、紙箱あるよ。あ、で、30日がスター・ウォーズか。アウトローズ。無法者たち。ダサいよね、無法者たちって。アウトローズってよくね。なんで日本語にするとこんなダサいのよ。あ、ウマ娘熱血運動国尾くんパーティーじゃん。まあでもアークさんが手掛けてるので別に国尾くんです。国尾くん大運動会みたいな祭りでしょ。それで8月は終わりかな。アウトローズで終わって、あ、9月にはアストロボット。ちなみにアストロボット専用のなんかコントローラーというかね、なんて言うんだろうな、あれはが出るらしいですね。リアルショックセンス。てかどっちかっていうと9月の方がやばいよな。おほう、おほうつく。おほう。かまいたちの夜3かける3か。ワンツースリー、ワンツースリーってあのなんかあのリマスター版のやつないのかな。入ってないのか、それは。ゼルダの伝説、ゼルダの物語。あるしゅ。怪異の奇跡。あ、これ新しいやつか。黒の奇跡からの怪異の奇跡。なるほど。まだプラステ4あるんだね。まあ、それはいいのか、別に。PC 版のね、エラティスは、1ヶ月遅れなんですよ。PC 版でないかなと思ったら、あれ、1ヶ月後じゃんって思って。ソードアートオンラインね。まあ、ソードアートオンラインありすぎ。まあ、ゲームのお話だからな。それは、しょうがない。あ、サーレント、あ、ヒルね。サーレントヒルのうちら。頑張って犬エンドを目指すか。犬のコスチュームもあるらしいですね。それで本編やる。おもろそうだけど。スパーキン。スパーキンか。あ、メタファーや。もう10月はやっぱメタファーだろう。
思うんだけど、まあメタも完全版が出る可能性がありますけど、ね、はい、営業妨害か。でも大体そうだと思うけどね、ゴールデンとか出そうだけどね。ネタはリファンタジオゴールデン。まあなんかね、メタファーに関しては、あのロマンス系がないらしいです。だからまあ仲間が恋人になるとかっていうイベントはないらしいです。恋愛イベントはないみたいです。ある意味は、まあでもそんなことしちゃったら愛人になってしまうので、選挙的にどうなんみたいな。なってまうからなのか？ちょっとわかんないですけどね。まあでも好感度っていうのはあるのかな？どうなんだ？メタファーな、アジャンボーリあんまりこれ言うとあれや、デズネーから言われちゃう。バリパジャンボーリー、アランウェイク2のデラックスか。あ、多分ね DLC が入ってるやつ。 DLC ってあれさ、コントロールの主人公とか出てくるんだよね。あれはすごいよな。まあそういうのが全盛りなわけなんじゃない。デュルックス、あ、サガ。サガ2は俺やったことないんだよね。サガ3ならやったことあるよ。キアタリナの、キアタリナさんの話。サガ2ってどんな感じなんだ、俺は分かんないんだよ。予習でまあ昔のやつが今できるっぽいけど、あ、シャドウジェネレーションズか。あ、でもこれさ、シャドウのやつやるだけのために買うっていうのもどうかと思うんだよね。どうかなと思うんだよな、これは。ちょっと迷ってるわ、これは。シャドウストーリーのみやりてんだよな、俺は。ジェネレーションはもうやっちゃったからな。オプス、プラオプ6だよね。プラオプは俺、4だったか3だったかをやったぐらいか。ゾンビモードだね、ゾンビモード。そんなところかな。はい、というわけでまあそんなところか。あのですね、8月は控えめですかね。なんか面白いのあればいいけど、なんかでも無料のゲームで新しいのは来るっぽいんだよね。だからそれとか何だったかな。忘れちゃったわ、もう。はい。まあ、とにかく、この、8月は、ウーコンと、聖剣伝説なのかなって思います。それだけか。それだけだね。二つしかねえ。まあでも、その代わり9月でドカッと来るし、10月もドガッと来るから、ファミタンのエミを買う人もいるかもしれないから、3とか。エミを、スターウォーズで4。4ぐらいかな。スターウォーズは面白そうだけどね。はい。まあ、娘やりたい人もいるかもしれないから、5とかにしとく？ウーコン、聖剣、エミオ、ウマ娘、スターウォーズ。いったところか？じゃあ戻りますね。はい、戻ってきたらなんか、すいません。ホーム画面が変わってましたね。更新されてます。
というわけで、じゃあランキングを見ていこうか。アマゾンランキングになっちゃって。ブック、まあ、ゲームでいいだろう。パワープロか。パワープロいろいろバグが、バグまみれらしいですけど。マイクラか。マイクラそんなに売れてんの？マリカーか。マリカーだし。あ、プレステ5本体が結構売れてんの？アマゾンで買えるの？リモートプレイヤーまあ意外とリモートプレイヤーもね、みたいですよ。ルイマン、まあでもほら夏休みだから、やっぱりこういうパーティーゲーム的なものはあれなのかな。アマゾンになっちゃってからちょっとよくわかんないねこれなんかよくわかんないよな。ゲームずっとってゲームじゃねえじゃん。そうね、まあそんなもんか。あとはなんかその10月あたりとかでペルソナの追加コンテンツあるよね。ペルソナ3リロードのといったところかな。はい。じゃあ戻ります。え、いかがでしたでしょうかね。まあ、8月もだいたい5、6、4、5本ぐらいかな。って感じで、暑いのでね、今イヤホン外してるんだけど。でも長袖着てんで。もうやばいね、この暑さは。疲れちゃった、もう30分くらい話してるけどもう疲れた。はい、そうですね。じゃあまあ、あとはね、これから、まあ、別撮りの単発実況がありますので、よろしければそちらも見てくださいという感じにはなるんだが、まあ別の枠でね、別の枠っていうかまあそっちは単発実況専門で1個あげるよっていうやつですのでね。はい。でまあ新しいゲームは一応なんだったっけ国つかみだよバカ。国つかみをねやっていきますよ。あとね、セブンリバースもやってく。セブンリバースもう終わりにしたいのよ終わりにしたいのよっていう。でギルガメスも倒してないから、とりあえずあの遊び人の依頼は終わらせたいね遊び人のクエストがクソむずくてもうやってらんねえんだよはい。あとは、なんかあったっけ？桜姫か。桜姫はね、毎週土曜日あたりに、アニメが始まる前に、あげております。あれもちょっと、早く終わらせましょう。というわけで、まあね、今月8月もよろしくお願いいたします。というわけで、また来月お会いしましょう。それじゃあバイバイ。それでは最後まで諦めない。この世界も救ってやるんだ。まだ見ぬ